ニコスト74速攻のティラノライナー召喚、そして俺をその幸運で勝利へと導け、クレイジーボマス33だ。強いわ、これ負けねえわ。負けのビジョンが全くない。これもう 100% 勝ちだ、こんな出たら。まさかね、まさか。どうもこんにちは、コメットショーと申します。今回はですね、クレドラ連携というデッキを紹介していきます。で、何がメインかというと、当然ながらクレイジーボーナスですね。で、クレイジーボーナスで何を狙うかというと、777です。ロマンですね。それを作るために、神竜を利用するんです。神竜を利用して、コストがマイナス5、攻撃力がプラス2ということで、これで777を燃え出していくんですけども、こちらの神竜自体も攻撃力が7になるんで、これの一つのピースになります。また、例えば、ティラノライナーであれば、コストが2で攻撃力が7になります。ということで、3体がとりあえずいればいいんですけども、もっとドラゴンを増やして強いデッキにしようということで、アックスドラゴンと、このイブールも入っております。こちらで、777を狙います。またですね、過去の動画と同じようなことを喋ってしまうんですけども、この勇者11がですね、過ぎ去りし時を求めてを使った後の、こちらの細々とした戻ってくるユニットが、攻撃力が2になるんですね。ということで、こちらの超安定の222と超ロマンの777でですね、超面白いドラクエライバルズの動画を撮っていきたいと思います。超ハードル上がりました。では、動画へどうぞ。どうもこんにちは、コメットショーと申します。久しぶりのドラクエライバルズの実況でございます。お相手は、塔のピサロ、トーピですね、と戦っていきます。こちらは、連携ミネア。で、今、ドラゴン引いてきましたね。ドラゴンも併用していきます。ロマン溢れるデッキなので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。で、ちょっと感づいた人もいるかもしれないんですけども、下側と右側を録画ミスで見切れさせてしまっております。ピサロさんすいません。なので、右側じゃなくて左側に MP を表示させております。ちょっと見づらいですが、ご勘弁いただけたらと思います。で、3ターン目に入りましたね。先行3ターン目はトンネラーとテンションアップをしていきます。で、連携ミネアに関してなんですけども、おそらく後攻が超有利ですね。魔法の聖水もありますし、2ターン目からトンネラーだったり、連携ユニット2コストのものを展開できるのはかなり強いかと思います。うまくピサロナイトは処理できましたが、毒矢頭巾がいましたね。で、毒矢頭巾に闇への供物を使われます。お相手の手札には毒アオムシがいなかったってことですね。ヒーロースキルを使って、ワンドローします。で、走りトカゲが来ましたね。走りトカゲがこちらのミニアのデッキでは、まあドラゴン要素もありますし、体力回復っていうところもあって、長期戦にもつれ込めるキーカードになってきてると思います。はい、そして盤面有利な状態で相手のターンになります。ここで地獄のエフロイが強いわ。3-2だし、自分も4-2で、後から3-2出すって強すぎるよな、このカード。ですが、このターン、群雄割拠の5コスト回の中で、エスタークよりも地獄のエフロイよりも、セレンが一番強いってことを皆さんに証明させていただきましょう。最初にマーマンを使います。5ターン目に、テンションマックスの状態で、マーマンを使うことによって、実質0コストで2体の11モンスターを速攻で召喚することができます。そして、セレンを置く。そうすると、お魚の気持ちがわかる。わかるかもしれない。そして、地獄の鎧は、HP2 の雑魚。そして、こっちは、速攻がついている地獄の鎧を処理する。そして、22のお魚さんが、突っ込んでいきます。これは超有利トレードになりました。トレードにすらなっていない。ほら、お魚さんたちに謝れ。ピサロ、お魚の気持ちがこれで分かったか。ということで、毒アオムシを召喚されます。これはセレンに打ってきます。セレンが取れないでしょうかね。ということで、何作ろうで、もう牧場を召喚してきました。いいでしょう。で、お魚さんを取ってきます。走り特技は HP4 で攻撃力2ということで、速攻を持たせることもできますし、セレンと好相性ですね。そしていつの間にか手札にはクレイジーボーナスが来てますね。そしてかくれんぼを引きました。手札の消費が激しいこのデッキではとても助かる存在ですね。で、かくれんぼを召喚していきまして、引いてくるカードが
うん、バルンコール。バルンコールもセレンとかなり好相性で、とてもいいカードだと思います。で、テンションスキルからゾデックコードを引いてきます。あと2ターン3ターンはゾデックコード、消費中はお預けですね。で、速攻のついているかくれんぼでアタックしていきます。毒を浴びているセレンもここでお役御免ですね。とても活躍してくれましてありがとうございます。で、バルーンコールを使って11が出てくれました。うん。やっぱバルーンコールを使ってからセレンを使ってもお魚さんの標的というか対象が増えるのでとても強いですね。で、エルギオスさんが出てきました。これちょっと厄介ですね。処理は結構難しそう。うん。で、4種類選んでいきます。うん、回復選ばれましたね。あちらも結構長期戦でやっていこうと思ってるんでしょうか。うん。で、牧場から猫ちゃんが出てきます。で、ここでキーカードの心理を引きました。うん。で、キースドラゴンを使っていきます。MP がもったいなかったからですね。やっぱりキーカードが多くて温存も考えていかないといけない分、MP の調整も大事だと思います。エルギウスは仁王立ちがついていなかったようなので、顔を殴っていきます。これはお相手も結構辛いんじゃないかと思いますね。攻撃力が4なんでね。で、ベロニア語でバルーンを取ってきます。ふんふん。お相手も結構困ってそうですね。エルギオスでドラゴンを削ってくる。ほいほい。で、そして、破壊と創造を使ってきます。これでドラゴン取られちゃいましたね。で、ここでかなり仕事をしているのは走りトカゲだと思います。エルギオスが攻撃してきても回復できますからね。勇者11のレベル2のヒーロースキルは0コストなので、それともかなり好相性で、変幻自在に回復できるというところも強みですね。で、ここでこちらは待望の絶好調モードになりました。で、今回は超絶好調にするのにゾディアックコードを採用しています。これは完全に好みだと思いますので、ぜひ皆さんも変えて挑戦してみていただけたらと思います。で、ついに走りトカゲが取られましたね。まだお魚さんがいたんですね。ということで、で、9ターン目にゼルドラドがついに出てきます。お魚さんさようならという感じですね。で、早めのゼルドラドさんの登場なんですが、この後どうなっていくでしょうか。そして、ボールを張ってこられちゃいます。うん。トーピサロじゃなかったね。トーピじゃなかった。これトーなんじゃないのかなと思うんだけどね。トー出す暇も与えなかったっていう感じでいいんですかね。そして盤面が逆転されたところで、逆転への兆しを使っていきます。絶好調状態の逆転への兆しはとても嫌なカードですよね。おー来たー、魔王軍2体魔王、ちょっと胸熱ですね。でもなんかテンションあるけど、なんか弱い。弱いなぁ。ケツに2人はちょっと弱いよ。そこは3以上にしてくんないと取られちゃいますからね。で、次のターン。うん、当たってきますね。魔王のランプを処理してきます。当然魔王カードはこちらにないですから、何の意味もありませんと。で、お相手エスタークがまだいましたね。エスタークを召喚してきます。強い。はい、で、ピサロの手先と、あ、ガリンガも出てくる。コスト詐欺だ、こいつ。強い。ガリンガ強いわ。でもまあ、こちらはですね、神竜ちゃんがいます。いでよ、ロマンの化身。神竜、僕にはエッチな本じゃなく、エッチな DVD をください。ちょ、これ帽子欲しいよな。願いを叶えよう、みたいな。ドラゴンボール的な。で、ここで、お祈りしながら、エッチな本を使っていきます。おー、いいですね。魔王が2体封じられましたと。で、毒を受けましたが、18点あればなんとか持つでしょう。ここで神竜が生き残れば、37が完成します。グレツェル。ってことは、行動を止めてきたってことは、もしかするとないのかもしれない。来い来い、生き残れ生き残れ生き残れ、おいテンションアップ、来い来い来い、来たー、来ましたー。ここで見せましょう、じゃあ。2コスト74、速攻の、テラノライナー召喚。そして、俺を、その幸運で、勝利へと導け、クレイジーボーナス37だ、つえー
つえこれ魔王軍だよ、魔王軍。すげえ、さっきも出た魔王軍が。うわ、胸震えるわ、胸熱だわ。うわ、めっちゃいい。シドも召喚して、ブギーも召喚。これめちゃくちゃ良くない？これ盤面超かっこいい。後ろ37揃ってて、こホメロスもいて、シドもいて、強いわ。これ負けねえわ。負けのビジョンが全くない。これもう 100% 勝ちだ、こんな出たら。やっぱここが強いよね。できたらもう基本的に勝つみたいな。はあ、ありゃ強いわ。ん？これで HP が7。うん？まさかね、まさか、まさか。おお、信じねえぞ、俺の勝ちだ。俺の勝ちは揺るがない、俺の勝ちは揺るがない。ここまで見ていただいた方ありがとうございました。今後もですね、面白い動画ぜひ上げていきたいと思いますので、チャンネル登録とですね、高評価ぜひ押していただければと思います。頑張って今月もクレイジーボーナスでレジェンドリーするぞ。じゃあねー。